スウェーデンの通信機器大手のエリクソンは中共と欧米の対立の下中にあります。エリクソンは中国以外のほとんどの国で 5G 機器の導入を進めています。16日にはアメリカ通信大手ベライゾンと80億ドル規模の契約を締結しました。これはエリクソンにとって過去最大規模の契約です。しかし中国での事業は順調に進んでいません。 エリクソンは中国での契約獲得には期待していないと表明しています。エリクソンはスウェーデンが中国の通信機器最大手ファーウェイの製品を使用禁止にした後、中国での売上が減少する可能性があると危惧していました。ファーウェイはエリクソンの競合企業の一つです。中国での第二四半期の売上高は25億クローナー、約319億円減少し、 3年ぶりの減収となりました。この結果、同社の総売上高は市場予想を下回りました。また、このニュースを受けて同社の株価は一時8%急落しました。NTD ジャパンがお伝えしました。